今から撮ればいいよね。はい、さあ皆さん、 KNN ショッピングのお時間が終わりますって、始まったばっかりなの終わろうとしてる。いやでもね、俺はやっぱりね、でも録画で見るもんじゃないですよこれ。そうですね、これね多分ね、録画した時にタイムラインもくっついけて一緒に録画が楽しめるといいんだよ。まあニコニコ動画は、ね、そう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 、だからそれはね別個のもんだから、それができないですよね。うん、確かにニコニコでできることはしてほしいっていうのはありますよね。うん、ニコニコ動画ってさらに重いんですかね。重くはないですけどね。誠さん、ありがとうございました。多分誠さんのコメント MX のテレビで使われると思いますんで、すいません、事前了解書を得ておきます。はい、基本的に経営のショッピングとか経営のなおで喋ってることは全てメディアに乗ること前提で、フォロー増えますよみたいな、そう、フォローが増える経営の TV、 フォローが増える経営のなおみたいな、意外とそれ大きいですね。すごいね、マイク何買ったんですか。何マイク、何買った。マイクはアーカーゲイのパーセプションの110っていうやつですね。それはアーカーゲイです、もう念願のアーカーゲイ。 AKG です、KGB だと違います。2万円ぐらいしますか。そうですね、もうでもね、昔から念願でしたからね、欲しくて欲しくて。電源って何、ファンタム。ファンタムです。だからこの間白いほらアップルストアで買ってきたやつあるじゃないですか、ファンタムとミニピンをつなぐ。あ、最強の。最強の。あれでも電源供給されないから。あれはダメじゃないですか。ダメなんです。だからちゃんとキャノンチャンネル、キャノンの3ピンかなんかに電気が確かに流れるから、はい。そうなんですよね。うん、あ、でミキサーも電源が供給できるヤマハのあれ。そうなんですよ。ダメだった。そうなんです。ローランドのね、エディロールのソランちゃんが使ってるやつでも OK ですよ。ただ僕の場合は、もうちょっと系統を8チャンネルぐらいつなぎたかったから。テレビ、DVD とかいろいろ音の映像とか楽器とかつなげようと思います。ただ持ち歩けないから、あれは。あれはだから自宅スタジオ。うんうん、それは2つ考えてるんですか、モバイル放送セットと家で、うん、そうですね、そバイクとか入れて、この前 の、 学校のやつめちゃめちゃ良かったって。学校のやつ、だってあれ家でやってますよ。めちゃくちゃ放送大学を超えてますから、あれ。そうそうそう、ああいうことできちゃうから。あれすごいですよ。すごいよね。あれすごいす、ね。あれすごい。だって自宅で大学の授業できる。すごい感じ。あ、で、反応喜んでました。うんうん。でも講義は20人ぐらいしかいないのに、その講義以外の人が300人ぐらい聞くわけですよ。見てた人がいるんですね。で質問あったりとかなんかして、であまり授業中ってこう質疑応答できなかったけど、授業よりも質疑応答だけでやって演習をやった方が面白い。やり取りしたいってやり取りしたいで、で皆さん今のメディアの問題点をどうぞっダーッと上がってきて、それでパワーポイント見せて解説して、はいどうぞってバーッとバーッと見せていくんじゃないですか。4枚か5枚ぐらいのパワーポイントをして、でスカイプの場合エンタイムあの問題があるのは、スカイプを聞いてる向こう側が僕の声も上げながら向こうの発言もというところで言うと、今僕の地域でやろうとすると、向こうが喋るときは僕の音声を全部切ってもらって、質問してもらって終わったら上げる、上げないと自分たちの音声も僕の音声に乗って行くから、向こうからも流れてきちゃうから回っちゃうの。そうそうそう、ああやっぱそうなんだ。そうだから喋るときはこうマイクをオンマイクにしたときにスピーカーを全部送ってやらないと本当は実はダメです。電話ってすごいんですね。そう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 、どっちも喋れんだもんね。だからこう耳とこれを分けたな、ハウリングしないように。あれはもう大きすぎると絶対こっちの音がもう行くから、こっちの音は絶対聞こえないようにしてやるんだと思います。超指向性なんですかね。いや、じゃなくてこっちの音は絶対こっちで拾わない。いや、でもね、若干拾えるの。でもそれはなんかチャンス、それコンピューター的になんかキャンセルして、うん、アナログ的にキャンセルしたら、ね、アナログじゃない、電話だ、電話機なんで聞いてキャンセルしたら、ね、とかもね、すごいですよね。だって小島さん、ぼかし入れといてください。僕の席の人がここ肩越しに、失礼いたしました。ここに大が手で隠してもしょうがない。どこで隠す、ね、アーボーの肩あたり、アーボーがそこにいればいい。なんでこんなんで隠すの。ここで失礼いたしました。ここで聞いたかった。はい。ここでさっき映ってなかったので、
だんだん姿勢が疲れてくる。ロケで疲れて。ロケで疲れて。ロケで疲れて。豆知識。番組の途中ですが。面白いねこれ。番組の途中ですが。マラ君さん。平成生まれの女子高生たちは年上好きであることを昭和線と呼ぶ。ああ、なんか聞いたことあります。ねえ、昭和線。僕もそれに入るのかな。入る入る。オッケー。ほら見て、ディレクターがいよ、ここに。ディレクターとあと何あのネタの AD さんがいる。これすごいね。そうか、これカンペになるよね。だから番組企画を今ね、ディレクター募集でしょ。で、あとは、新聞情報とかテレビ情報をやって、これ朝の番組とかってすごいよね。ラジオとかなんか見て、情報ってこんなことが言ってましたとかって特派員がやってくれて読み上げて放送していく。これ無責任。無責任。いや、いいじゃん、無責任放送局でね、危険なネタ多分に、多分に。でも嘘を言った人のアイコンも出るから、この人はあ、ダメだねこの人はってリムーブされるとかね、それがあるかもしれない。ああ、おかしいな。それでも50人ぐらいの人ね。ねえ、40人とか。常にこれぐらいっていうのがすごいね、アベレージで。あ、そうなんですか。うん。で、週末になっていくと100人、200人体制で待ち構えてくれてる。あ、マジですか。青みたいに、今日も KN のオールナイトやらないんですかとか言って。来るで。金曜日とかになると。そんなくなっちゃう。見てください、疲れてクマできてるんですよ、もう。あれ、なんかあの、なんかやるって書いてなかったですか。詳しくは芸の年代のやってます、はい。そうだ、用意してんじゃないですか。あ、ダメだ、次の原稿書かなきゃ。あ、グーだ、危ない、危ない。終わりましょう。じゃあ逆に平成線の親父がいるかもしれませんね。恐ろしいんだ、それも。ということで、皆さんありがとうございました。それではこれを10分以上やるとね、YouTube に上がんないんですよね。そこが問題だな。そう、そこはね、解決する方、すで。